終了です。9、10、11枚できました。白ネギ発芽が終わりました。実はまだ種はですね、これくらい残ってるんですが、まあチェーンポット半分くらいだと思います。ただちょうどですね、まだネギ用の梅土がですね、袋がちょうどなくなったんで、ちょっと新しい袋また開けてもですね、ちょっとしょうがないので。とりあえず今日これで終了します。前だったらまだ下の土の桶の中に少し土が残ってるんで、その土を使って残り巻こうかな。ただ実はチェーンポットがもうないんです。チェーンポットちょっと買ってこないとですね、ちょうど切れてしまったんで、まあ一応これでとりあえずは白ネギの葉種、春扇、完了ということになります。一応これはですね、袋のこのスケジュールによると、初夏取り、ペーパーポットセルナイだと、10月中に葉種、で、12月に定食、で、5月、6月収穫になってるんですが、ですね、11月になっちゃったんで、葉種が。まあ、定食が1月、来年早々ですね。それで収穫はですね、やっぱり5月、6月ぐらいに、気温がずっと高くなっていく時期なんで、おそらく、追いついていくんじゃないかと思います。はい。あと、これが、残ってるブロッコリーの苗です。葉っぱがちょっと赤くなってるのはですね、ちょっと肥料切れのサインで、液肥をちょっと上げて、少し赤っぽさがなくなっ、葉っぱが少なくなってきてるんで、まあでもこれ、次お天気が回復したらですね、もう定食するので、いいと思います。はい。これがサニーレタスと、レタスと春菊。サニーレタス2枚と、通常の玉レタス2枚で春菊が1枚なってます。はい、これが赤玉ねぎの苗です。これもそろそろ定食時期ですかね。まあ来週あたり、来週、まあここ中旬ですね、中下旬、11月中には遅くともですね、定食できたらいいなと考えてます。はい、ちょうど日が差してきましたね。どうしよう、裾ビニールちょっと上げといた方がいいかな。はい、白ネギ葉種終了しました。